見逃してないよ。大丈夫だよ。全部読んだはず。どれくらい光ってた？しまって見てなかった。あー、結構光ってたな。結構光ってた。ほい。結構どころじゃなかったら10人ぐらいいたかな。ほら。200円俺多分読んだと思うけど。ほい。あれ、それ以外にも来てた？ちょっと待って。確認してみる、もう一回。うん、読んだ読んだ読んだ。確実に読んだ。確実に読んだわ。ほい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 。で、ほら。ほいほい。ピンピン。こう、こう、こう、こう。あの人、タギゲーしてんのか。ちょっと一回見てこう。ほら。コラボ終わったね。昨日終わったわ。ん？今日か。いや、違う。昨日終わった、昨日終わった。で、ちょっと火力作りに行くか。中開けてるでしょ。まあ、お気にするときは、まあ、それは、その時の時と場合によるからね。まあ、さっきのはたまたまお気にしたってだけで。ほい。俺がミスったときにそれをしっかり咎めることができれば、全然ワンチャンあるだろうからね。俺いて12光ってた、マジで。すげえ光ってたな。うわ。最後の T の、でもあれ出っ張りをちゃんと入れることができれば、タイのルートあったんだけどね、さっきのね。言うて。ほい。あ、お気にした瞬間に火力を送れることができればって感じだね。ほい。貫通した、まあ、するとは思ったけど、今のタイミングで。あの人もタギゲしてるんだよな。あんまり良くない気がするな。もう倒したからこれで一回解除しとこう。で、DT 砲でね。初見のコマは、はい、コマは。ほい。ほら。ほい。ゼトリスは潜ったら大変なことなんです。ゼトリス、このゲームは全然強くないと思うぞ。ほいほい。パフェも弱いし、ディレイかけることができないから、むしろ全勝できると思うけどね。よっぽどのことがない限り。まあ、さっきみたいな、よっぽどなお気ミスがなければ、ゼットリスそんなに、このゲームに関しては強くない。プレゼントは異常だけどね。ほい、ほい、ほい。お面変えとくか。ほい。とりあえず 50%。 まあ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 かな。そもそもバンくらいそう。まあバトロワで、まあ、AI はさすがによろしくなさそうだからな。ほいほいほい。
全然速度が全てじゃないね。本当にいろいろたくさんあるからね、言うてね。ちょっと限りしてんだよな、あしたな。一回連に発生していくか。まあ 50%、さっきよりは若干バッチペースはいいぐらいかな。1枚も受けるか。いや、いいや。受けなくていいや。あまり受けるメリットがねえわ。そんなこと言ってる。このゲーム用の AI 組み合わせよ。いや別に俺は構わないけどね。言うて。俺は別にどっちでもいいから。ほい、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 ほい。そもそもバンされそうっていうのが一番ありそうです。戦略も切り替えて、要所要所ディレイかけて、なおかつ、パフェも弱いからな。どういう風に AI を組み立てるのかちょっと謎ではあるけど。ちょっと一回、連体制でいこう。受けるか、これ。あれ?カウンターじゃねえ。ランダムになってきた。ほら。ほい。99は 100% 人間の方が強いと思うよ。多分俺10回やっても、ゼトリスに1回ぐらいしか負ける自信ないもん。ほら。10回あればさすがに1回ぐらい落とすかもしれないけど。ほい。ほい。で。あー、ちょっと、これでいくか。ほい。ほい。おっと、いつものおつまみライト。アイコンが変わってるからちょっと一瞬わからなかった。ヒマチンさん、240スパチありがとうございます。一対一になった時は、言うてディレイかけれるからね。そうでもないと思うけどな。多分みんなが思ってる以上にそうでもないと思う。永遠にパフェ打たれたとしても、もう火力制限あるから、もうディレイかけまくればいい話だからな。とどめでいっか。あの人タギゲーしてるけど、あーまあきついか、さすがに。あの人ご両親持ってる。ほい。おっと、特命さん500円スパチャありがとうございます。でもう一回タギゲーしてるね。ほい。ほい。これまた普通にマージャン入りそうだな、余裕で。途中 DT 踏んでる。連の組むスピードは誰よりも自信があるからな。ただこれマージャン入ると闇ゲー突入しちゃうから。それだけ怖いな。ほい。ほい。
いほ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 い。ナイス。これ 75% になったからさっきよりはだいぶ一応楽な体勢であったな。 100% 欲しいけどできれば。うん、あの人も下げ家。ちょっと待って、下げ家事故書いてんの。ほいほい。おっとマリさん、授業におめでとうございますと。6000円サチありがとうございます。ありがとうございます。請求用だ。10分40秒。もうそんなマージン入ってんの。やべえなマジで。闇で入るの早すぎじゃない。相当運用数高いなこれ。ほい。さて、どうするか。違う。マージン入ってるから火力がおかしすぎる。うん、闇ゲーだ、先打ちゲーだマジで。やめろ、それは今狙っちゃダメ。エフェクトが。いやタゲゲしてるあの人やばいな。送ってどうだ。一応これで同条件か。よしよしよし、あぶねえ、怖すぎるこれ。どんだけやばいんだこれ。マージンがエフェクトがいかつすぎてもう闇ゲーでしかねえこれ。いやーやばかったな。いや闇ゲーにも程があるこれ。何分だったこれ。13分以上か。1,2,3,4,5,6,7,8,99か10ラインぐらい、多分競り上がり早くなってるから、てか、競り上がりが多くなってるから、ただの2ライン消しで相手に10ライン分ぐらい送れるな、これ。11ライン分ぐらい送れるか。異次元の火力だった。